毎度おきに、いぐちゃんです。テレビ和歌山の山田美幸です。さあ、いぐちゃん、今回のあの重要は、はいはい、ちょうどこれ後ろに県庁前の交差点がある場所に、ね、真砂町でございますけれども、はい、後ろ見えてて和歌山名所やな、そうですよね。今回は県庁前のあの重要ということで、はい、まあね、この位置からで言うとこういう自然が通ってた頃の写真もねえ、まあ、なあ、よく見かける写真やと思うで、皆さんもな、ね、皆さんも懐かしい思い出がね、たくさんある方多いと思います。はい、県庁前のあちらこちらに行ってまいりたいと思いますので、おしゃれとこいっぱいありますよ。県庁周辺のあの重要ということで、まずは和歌山県庁へ。建築物としての県庁に詳しいお二人にお話伺いましたね。県民皆さん知ってるこの建物ですけれども、はいはい、実はとってもこう貴重な由緒ある建物なんですよね。この建物は昭和13年に完成しました。はいはい、それまでは、西三際町のところ昔の、はい、江戸時代からのお宅があったんですけれども、そこに県庁が建てられまして、そこの建物がちょっとシロアリに食われているというところがあって、これやばいなということで、今回はもうこの鉄筋コンクリートだということで、ここに場所を移して建て替えられたということになってます。もともとはね、ここは和歌山刑務所だった。刑務所もあったんですが。だからその当時の刑務所だった頃の塀がまだこの両サイドには残ってます。あれ、その頃なんですか。そう、こちらの県庁はその登録有形文化財に指定されているということで、これ建物もこれ貴重なものなんですか。和歌山県内では最大の、洋式建築と言われています。和歌山県を代表する建物ということで、和歌山県内では一番装飾とかも似たような立派な建物になっています。特に和歌山県力入れたのが実は耐震なんです。関東大震災で今年100年ですよね、はい、関東大震災の後にまた東南海の地震が来るということで、だからもう和歌山にも必ず地震が来るから、その頑丈な建物を作らないとダメだということで、逆にそういうところにお金を使ったんです。そしてこの建物、横から幅だけで100メーターありますから、そういう建物をしっかりと作った、その分少しその装飾とかには凝っていない。そんなものすごい容姿って見てあったら、いつも軽い冗談ばっかり言うでね、すいません。いやいや、もう若者の先輩でも一個だけですけどね、先輩ですから。続いて建物の中へ。これ県庁やっぱりこれエントランス、ここ入ってきたとこやけども、やっぱりね、いつもやったらピョーって走っていて駆け込むばっかりだけど、やっぱりたまにこうやってよう見やらんからな。こうやってよく見るとあちこちに歴史を感じる。どの辺が一番、はい、ね、ここで行くとこの建物ずっと階段入ってきてもらったですね。そしてずっとこっけ上がっていく、これはその一つの権威主義なんですね。ずっとこう上へ上がっていくというふうな形をあえてすることによって、この建物の権威をつけるというようなことを、こう仕掛けとして作っているところがあります。で、正面は安田龍門さんのレリーフなんですよね。そうです。このレリーフも実はこの県庁の基本設計をしたのが松田茂樹さんという、その当時の内務省だったですからね、県庁は。建築の医師の人が先輩である、出身がもともと小川なんで、先輩である安田龍門さんが頼んでこれやったんですね。あ、正面入ってるところですから、この階段で順番に分かれていく、はい、映画見るでしょ、はい、まさにね、これがね、一番作った設計者が見せたかった。なるほど。いや、ちょっと心して歩かなきませんね。すごいからね、はい、一歩一歩踏みしめながら歩くようになってもらいます。まあ、みんなだけど気軽に来ていただかないそうやな、はい、そうです、はい。安田龍門さんのレリーフはもう一箇所、3階から4階にかけての踊り場にもあります。式典や表彰式など正式な行事を行う県庁正庁、和歌山県が誕生してからの歴代の知事が見守ってますで。
正面には金箔の鳳凰、黒い部分は黒絵の漆塗りやそうです。県庁の中でもひときわ歴史を感じますね。続いて県庁内の一角にある昭和感たっぷりな食堂信濃屋さんへ。お店を切り盛りする三沢さん親子に伺いましたで。お店何年ぐらい？もう50年近いですわ。もともと奥にも、うん、奥にあったので、ここが耐震工事のあれでこっちに移動してきたんですけど、もともとはもっとね、狭い。狭いとか。足が奥並びにね。はい。ちょっと思い出してましたはい、はい。もう10年ぐらい、ここでね。お二人は県庁ね、ずっといらっしゃったところ。そうですね、おしゃべりました。そうですか。ね、ここの部分っていうのは建物でいうと戦後建てました部分なんですよ。でまたお店のメニューがもうなんかお値段もまあその昭和のままで店長の、ね、職員さんのあれなんで、毎日来てくれていて多いからね、なるべくここ用事に来たいとはもう食べても考えない、はいはい、一般の人も入ってなかなかでもね、みんな分かるのもねなかなかね、あの噂によるといろいろなんかこれも言うていいんかどうかわからないんですけど、わがままを聞いてくれるいますか、メニュー入れるね、あのカレー丼ってここにあるんですけど、はい、ここもお客さんがもともとはカレーうどんとかカレーそば の、 あのルーをそれをご飯にかけてくれっていうあれ で、うん、カレーライスとかね普通あるじゃないですか、うんうん、だけど特に、まあ、カレー丼って言って ね、うんまあ、ですね、あの商品にしたら結構それが人気になるっていうかね、はい、あのお客さんが、そうそう、もうこれをご飯にかけてくれみたいな、そんなのがもうね、見たらそれがね、あの偉い人気になって、今でもそうね、もうね、そうそう、赤井さんは、はい、このね、食堂来られたことはね、そうですね、僕も主に使わせてもらったのは、昔の耐震改修前のところ、狭いところね、細いところだったんで、細いところね、そうそう、狭いところね、よう残業の時とかも含めて、お世話になりました、ありがとうございます、夜もやってくれて、前はね、8時までやってたから、いやでも、ないと困るって言う人多いと思いますんで、ね、ね、今でもよ、言われますわ、ね、その通りですやっぱりあのエネルギー源ですよね、仕事をするためにやっぱりおいしいものを食べさせてもらって、またよっしゃみたいな、結局そこが本当にありがたいですよね、仕事のできる人の意見よ、やっぱり、いやいや、まあ今日はまあありがとうございます負けてもらってでもずっと変わらず、うん、いや、ここは頑張って一番長老やもんね、そう、今まで一番もうね、みんなまあ定年していくじゃないですか、県庁の人らって、はい、ただずっとね、もうかれこれ80やからね、あれ、そんなに見えてるな、そう、見送ってるじゃないけど、みんなね、そういうことじゃないけど、なあ、だから若いなね、それ一番の長老よ、若い人な、うん、もう今、年になった人が、お母さん見て、うん、昔は若かったのになって、ね、言われるんだ昔は若かったのにな、いや、言われてな、この頃はまだな、年上の人が現状にいっぱいいてたのに、うん、それをだんだんもうね、だんだん一番手っぺんにということで、人気のカレー丼ぶりをいただきましたね。あー美味しそうやな、これがね、名物カレー丼ご飯をいただきます。県庁の重厚なね、歴史を感じる濃厚って思うでしょ、ちょっとね、後でじわーってごめん、最初優しいよ、県民に優しい、ちょうどええ辛さですわ、たまらんで、県庁へ来て食べてみてよ。ちなみに県庁内にあるもう一つの食堂、
キーちゃん食堂も人気あるんやで。それにしてもいつも見てる和歌山県庁にもいろんな歴史が詰まってるんですね。今回も勉強になりました。